明けままましししておおめでとうございいす。す。今年もよろしくお願いします新年にふさわしいほっこりしたお話をと探し続けました「長友の陰謀と」ととても怖い表題の中に「夢像みし」少しほっこりしそうですので読みたいと思います。 夢ぞ藤沢周咲く日暮れになりそろそろ辺りが薄暗くなると雅枝は気持ちがいらだってくるまた今夜も遅くなるらしいそれならそうと朝出かけるときに一言断っていけばいいのだと思う夫のジンベ衛のことである こういうことがこのところずっと続いている。二日に一度来る通いのばあさん女中がいるだけで子供もいない夫婦二人だけのうちだから亭主の下場が遅いからといって子供にかこつけて飯にしてしまうわけにもいかない。仕方なく待っていると5つ頃になってぼんやりした顔で帰ってきて「飯はいらん」。 とぼそりとさんざん待たされた後ではその煮えたか煮えないかわからないような発音不明瞭な声を聞いただけでマサエは頭にカッと血が昇る「今日は遅うございますかそれとも普通でございますか?」たまりかねてそう聞くことがあるがそう聞かれるとジンベイはまるで「 天下の大事に関わる相談を持ちかけられたとでもいうふうにさてと言ったきり腕を組み深刻な表情で土間にもじもじと立っている実際助け舟を出さなければいつまでも立っているのだその決断の鈍さには呆れるほかはない自分を嫁にもらう時に よくふんぎりがついたものだとあよしむほどである。ようございます。普通にお帰りなさるつもりで支度しておきますから。しびれが切れてまさえがそう言うと、じんは救われたように家を出ていく。勤めだけは休みもせず、まめな男である。だが、少しまめすぎはしないかとマサエは思うのだ。 おやり組に勤めて25国区であるおやり組勤めなどというと一様の聞こえはいいが仕事は武器蔵の番人のようなことで時々手下の足軽に槍や鉄砲を手入れさせ自分も一緒になって槍を磨いているらしいご自分のおやりはすっかり錆びついているくせに 雅エはついはしたないことを考えてしまう。それというのもジンベ衛は帰宅が遅くなったここにふたつきばかり雅エの体に触りもしていないのだ。遅く帰り帰るとなぜかぐったり疲れていて寝室に入っても転がったかと思うともういびきをかいている。それも頭にくる。 食い物は冷たくなっても温め直すという手があるがいびきをかいている亭主ばかりはどうしようもないそれにしてもなんでこんなに帰りが遅いのだろうと政はいぶかしくてならない隣の宮部の主人は普請密とめで六高は七十五国。 三杯目の報禄をいただいているが下條の時刻になると間もなくして測ったようにきちんと帰ってくる歩きながら空席をするのが癖でうちの前をえへんえへんと聞き慣れた席払いが通るからすぐにわかるそしてじきに白地の浴衣に着替えて庭に降りると涼しげに植木に水をやっている ゆとりがある夫のように目をくぼませて帰ってきてため息をついたりはしていない時には水をやっている宮部のそばにサ枝より二つ三つ年若らしい雫という名の妻女が付き添って濡れないように袖をつまんでやっ,てやったりしている近室相はしている様子がうかがわれて は羨ましくなる。隣の風流をまねて植木に水をやれというつもりはないだがたまには早く帰ってきて尻をはし,り尻はしょりして庭の草でも抜いたらどうかと思うのだそんなに働いてまあそれでたったの25国と思うと マサエは時々馬鹿らしく「なるなぜそんなに毎晩遅いのか?」と雅枝は一度だけ聞いたことがある。だがジンベ衛は「忙しい」とのっそり答えただけだった。それでは答えになっていないから「なぜ忙しいのか?」ともう一歩詰め寄りたかったがやめにした。 夫の口から満足のいく答えを引き出すまでにまたイライラと疑問をいらなければならないことは目に見えていたからであるこのうちに嫁行ったのは間違いだったか正さは時々そう思うそう思うようになったのはどうやら子供が授かることはないらしいと 諦めた3年前ごろからである。サ枝は18で嫁入り、今は28である。二十歳半ばまではまだ子が生まれるかもしれないという楽しみがあった。だが半ばを過ぎると静かに諦めが来た。同時に連れ合いのあらも見えてきたのである。 もともと気乗りした縁談ではなかった25国という小六が気に入らなかったわけではない大体が4万国にちょっと毛が生えた程度の小販のことで正枝の家でも60国しか頂い,いていない貧乏世帯のやりくりには自信があった問題は人物である嫁いる前に マサエは一度だけジンベエを見ている。あれがコデラジンベエだと兄が言った。町で年に一度の盆踊りがあった夜である。盆踊りは近在から人が集まり、何段にも分かれた踊り子が昼過ぎから歌、鳴り物の林に連れて踊り始め、夜を徹して町の隅から隅まで、 踊りまくる。そして次の日の明け方に終わるマサ枝は兄に連れられて踊りを見に行ったそして大通りを埋めた人ごみの中でそっとジンベ衛をのぞき見たのである感心しなかった掛け並べた灯下の明かりの中でジンベ衛は口を開けて踊りを見ていた マサエたちには気づいていなかったあんぐり口を開けているのはまあ踊りに見とれて我を忘れているとして許せるそこは目をつぶるとしても全体に印象がパッとしなかった背が低く肩幅だけあったカニのような印象であるマサエは丈があって姿が良いと人に褒められるほどだから 並べばひょっとしたらマサエの方が高いかもしれないと思うほどだった。目は細く、鼻は尾翼が少し張りすぎている。口はさっきから開きっぱなしだからわからないがそう締まりがあるとは思えなかった。まとめて言えばぼんやりした顔つきのむくつけキおのことい 感じの男だった「鳥江は肩幅が張り胸も厚く丈夫そうだといったところだろう」「正直雅エは気落ちしていた」「縁談があるといえばやはり女は胸がときめく相手はどんな方かと思う」「その想像の中で思い切り大胆に」 白石長身といった相手を思い描いたりする「嫁行ってみてそれほどでもなかったと思っても鼻は思ったほど高くないが口元の締まりがいい」などと想像と異なったところを素早く補いしばらくするとあまり美男子でない方がおなごにもてはやされる心配がなくてよい。 ななどと思うようよになるのだだが甚ベ衛は顔といい姿といいひっくるめて想像を一段し下回った形でどこを取っても補いようのない感じだった人が進めてくれる以上マサイはもうちょっとましな人物を思い描いていたのであるマサイ自身は自分でも多少 要望に自信があったし人にも美しいと言われている自分に釣り合うほどの相手を考えたとしてもマサ恵の罪ではないうちに帰ってマサ恵は正直にそう言ったところが兄の新之助が意外に強行だったのである男は顔や姿じゃないぞ 小寺はああ見えて見どころのある男なのだと新之助は力説した見どころとやらがあの丈夫そうな体のほかにもあるような口ぶりだった美男子の新之助が言うことだけに説得力があり政枝はまもなくその縁談を承知したのであるだが十年連れ添って 夫のどこかに見どころがあったとは思えなかった。風鎖の生えないのは承知できたから仕方ないが、物を喋らないのには手こずる。暗闇の牛のようにのっそりしている。男がペラペラと口達者なのは感心しない。と政も思うものの。 甚兵衛の口の重さは行き過ぎているしみじみとした夫婦の語らいなどということはしたことがないうちの中の用を足すのが精一杯であるそれでは雅エを嫌っているかと思うとそうでもないらしくうちにいる時は大抵雅エのそばにへばりついているものもしゃべらないのが のっそりとそばにいるだけなのは暑苦しい限りである。微妙のうちだから暮らしは貧しかろうとは思ったが、来てみて本当に何もないのに、も呆あきれた。ジンベエのうちは両親が分家して建てたうちで、その両親ともにジンベエが子供の頃相次いで世を去ったので、ジンベエ自身は引き取られて、 玄福まで本家にいたのであるその間うちは人に貸してあったというそのせいか家財道具とおもしきものがまるでないうちだったがらんとした家に赤じみた着物を着たジンベ一人がいたのには仰天する思いだった政枝はとりあえずジンベエのために 肌着から上に着るものを一通りを買い皿小鉢から鍋の類まで揃えたそしてヤグを整え長持ちまで買うと持参金がなくなった「こんなに何もない人も珍しい」とその時思ったものだが今になってみると小種までなかったわけである。 子供が生まれないのはジンベイの方に原因があると、マサエはかたくなにそう思っている。そう思うのには根拠がある。マサエの妹は3年も遅れて嫁いったのに、すでに3人の子持ちである。まだ1人や2人産みそうな勢いである。一番上の姉は4人の子がいる。次の姉は 体が弱い弱いと言いながらそれでも二人の子持ちである体も人一,一倍丈夫な自分だけ子がないのは夫のせいだとしか思えない諦めてはいるもののマサは時々姉妹が羨ましくなる何が見ど,見どころかと昔の兄の無責任な言葉を恨んだりする 人の見どころといえば休みもせずに城に上がることだけであるそれも毎日5つまで居残りして25国の放牧を守るのに救急としている始末である勤めを大事にするのは結構なことだが夫の場合は結構を通り越している帰ってこない夫のことを あれこれと考えているうちにマサエはいつもこうしてだんだん腹が立ってくるのだその時土間の方に物音がして人が入ってきた様子だったおや今日は早かったこと。 雅枝は顔を上げて現金にそいそいそと立ち上がった。夫が帰ってきたようだった。日が落ちたばかりでいつもよりは一時も早い。いくら口の重い亭主でも食事をするときは一人より二人の方がいいのだ。床に入ればいびきをかくしか脳のない夫でも一人寝をするよりはそばにいる方がいい。 安灯を下げてマサエは上がりがまちに出た「おかえり」と言おうとしてマサエは息を呑んだ飛び上がるほどびっくりしていたどまに見たこともない男が立っている「いやーその男はマサエを見ると快活に声をかけた長身にして白石涼しい目をした若い武士だった背負い袋を斜めに 肩に結び鉄鋼わらじがけ手に編み傘を下げている旅をして今着いたという姿だった「やあ」と言われたがマサイには見覚えのない人相だったむせ胸の動機がまだ収まらないあらどちら様で マサエは膝をついてようやく言った。ここは小寺陣兵衛のうちかなさようでございます。溝江慶ろ郎と申す主人から何か聞いておらんのか。マサ江はうつむいて考えたそしてすぐにはっと顔を上げた。まあ溝江様はい伺っております。厄介になる。 どうぞただいまおすすぎを差し上げます正枝はお急ぎで台所に行ってたらいに水を汲み客に持っていくと手探りで茶の間に入り散らかしている縫い物を片寄せた溝へ慶四郎という名前を陣兵から聞いたのは一月ほど前であるそういう名の男が うちを訪ねてくるかもしれないと例によって考え考え神兵衛が言ったのだ。みぞは神兵衛が5年前江戸詰めで出府した時に世話になった上役の息子でその上役というのは上夫の藩士なので一度息子を国元に遊びにやりたいと言ってきたのだった。だからその息子が来たら しばらく家に置いて世話しなければならないそれだけの事情を説明するのに陣兵衛は師範時もかかり聞く方の雅枝も大汗をかいた記憶があるその人物が前触れもなく突然にやってきたのだった雅枝はとりあえず慶四郎という若者を茶の間に導きお茶を勧めた 小寺はまだ城から下がっておりませんが間もなく戻ると存じます。ああ構わんあとで会う。おやと思わずマサイは男の顔を見た人のいうちに来て何という口の利き方でしょうと思ったのである。だが男はマサイに顔を見られてもニコニコ笑い返しているだけである。 自分の物言いが横兵だなどとは夢にも思わない様子であるそしてその言い方がさっぱりしていて嫌味に聞こえないのは男が普段そういう口を聞き慣れているからかもしれなかった溝へといううちはよほど高禄なのかもしれないいい住まいではないか敬志郎は茶をすすりながら 物珍しげに部屋の中を見回した。狭くてお恥ずかしゅうございます。何うちなどというものは食って寝るところさえあれば足りる。そんなに広くはいらないものさ。まだ二十三子の若い男だが年上の正に気を使うふうもなくさばけたような口を聞いた。 歯切れがいい江戸弁だったあの溝、ー、井様は国元はお初めてでございますかさよう初めてだ当分厄介になってあちこち見て回るつもりだよろしく頼む。慶四郎はそう言ったが部屋を見,見回していた目が隅に置いてある禅に泊まるとじっと動かなくなった。 さっき自分のは台所に隠したが、ジ兵衛の禅は運ぶ暇がなくて、布巾をかけてそこに置いてある。おかみ、それはジ兵衛の食い物かのう。さようでございます。と言ったが、正枝は少しむっとした。さっきから伺っていると、まるっきり礼儀を知らないようでもないのに。 やはり口の聞き方に欠陥がある男だった。お神とは何事かお茶を飲むと、今度は食い物に目をつけたようだが、ここは茶屋ではない。いくら小6のうちでも、これから世話になるつもりなら、ご心臓ぐらいは行ってもらいたい。と、マサイは面白くない。それにいくら見栄えのしない亭主でも、ジンベと 呼び捨てにされてはかわいそうではないか親のしつけが悪いと雅エは思ったその証拠にさっきから心待ちにしているのだが江戸から来たというのにこの男はどうやら手土産一つ持参した様子もないのだしばらく登竜するつもりならその間に少しこの若者に 口の聞き方を教えてやってもいいとマサエは思ったマサエの表情にやや険悪な色が現れたはずだが男は一向に気づ,かい気づかないらしかったどことなく女の母性やをくすぐってくるような邪気のない笑いを浮かべていった「実はさっきから腹が空いてかなわん」 ジンベエのそれを地層になっては悪いかおや心づかないことをいたしましたそれではただいまお食事をおやまあなんて恥ずかましいあつかましいと思いながらマサエは台所に立った男のために新しく前後整いながらしかしマサエは自分があまり怒っていないのを感じた 男が口の利き方をわきまえていないのは確かだがそこを除けば人柄は至極いい人物のようだった明るくカラッとして思ったことをそのまま口に出しているどことなく憎めない若者だった前後出した男はきちんと座り直して行儀よく食べたその間口をきかなかった 食い終わるとマサエに丁寧一礼していい味でござったと言ったあり合わせのものを出したのでそう言われてこちらが赤くなったぐらいであるこの辺はしつ,しつけが届いていることマサエは奇異な感じを受けていたさてと飯を食い終わると敬四郎は マサエがせっかく感心したのをぶち壊すような大あくびをしていった。腹が口く,くなるとおとたに眠くなるものだな一ひと眠りさせてもらうぞ。ジンベエが帰ったら起こしてくれ。それならお部屋に床を述べます。ちょっとお待ちなさいまし。無造作に畳みに横になりかけるケイシロ郎を慌てて止めて雅恵は支度に立った。 ジンベ衛が帰ってきたのは敬四郎が寝て半時ほど過ぎた頃だった相変わらず疲労困惑したという顔色で元気なく家に入ってきたお食事はいらん食べないと体に毒でございますよマサエが言ったがジンベ衛はむっつりした顔で座り物言うのは損だというように手まねで お茶ををくれという格好をした昔はそういう時いちいち腹を立てて「口はございませんのですか?」などと言ったものだが近頃はそんな気力もない政代は黙って茶をついで出したそして「霊の方が見えましたよ」と言った「悪い方ではなさそうですけど少し変な人」 威張った口を聞いて夫婦行って茶をすすっていた甚ベ衛がけげんそうにマサエを見た「ほら前におっしゃってた方ですよ溝え様なぜにそれを早く言わんか」「珍しく途中どもりもせず甚ベ衛はそう言った」「マサエの方がびっくりして口をつぐんだ」で「でどこにおられる?」 奥で寝ていいらっしゃいますよ。甚兵衛が来たら起こしてくれってお前様を呼び捨てにして寝てるんですよだが甚兵衛は正枝の絡んだような言い方には取り合わなかった黙って立ち上がると奥座敷に立っていった味気なく正枝は一人で遅い食事をした奥座敷から二人の話し声が漏れてくる 何を話しているかは分からなかったが長い話だったそして長話が続いているということはしんべヱもかしかるべく口をきいているということになる固い補修をかみつながらサ代はだんだんに夕方の腹立ちが戻ってくるのを感じたあのだんまりの亭主が他人の前では一様の話が できるらしいことが気に入らなかったのである。マサエは茶の間で縫い物をしている。同じ部屋で縁側に近い畳の上に慶四郎が行儀悪く腹ばって熱心に読み本をめくっている。 夏も一番暑いところは過ぎて七つ近くになると風が幾分涼しくなる軒から吊るした日よけのすだれが時々風に揺れるその度に庭を照り返している日光がさすように目に飛び込んでくる日差しだけはまだ夏が過ぎたわけではないよというように竹だしかった、ま、は時々、 目ををげてケイシロを見る。そしてなんとなく微笑がこみ上げてくるのをそっと抑える「だんまり亭主にそばにいられるとそれだけで暑苦しい感じになるが同じに黙っていても敬城のことはあまり気にならないそれどころか心の中に少し浮ついた楽しげな気分が動く」「亭主には悪いが」 姿形に歴然と差があるのだから致し方ないやはり美男子となる美男子といる方が女は楽心楽しいのださまざまな夢が見えてくるジンベ衛といても夢だと見えはしないマサ枝は必ずしも面食いではないつもりだった 兄の新之助が若い頃に近所の娘から透け踏みされたほどの美貌で美男子は見慣れているそして兄の友達にも男ぶりのいい人間はいただがそういう男はどこか軽薄なところや気,だ気取ったところがあったしっかりしているように見える兄にさえその傾きが全くないとは言えなかった そういういいことを見てきてきる。だから見栄えのしない陣兵衛との縁談もしまいにはあっさり承知したのである。だが慶四郎を見ているとどうも美男子というものに偏見を抱いていたと思わないわけにはいかない。慶四郎が来てから半月ほど経っている。その間国元を見物に来たという慶四郎は。 あちこちこ出歩いているようだった昼出かける時は必ず編み傘をかぶりまた夜になってからふいに出かけどこで落ち合うのか帰りが夫のジンベと一緒だったりしてマサエは妙だなと思うことがあるがともかくそうして気ままに城下を回っているらしかったそうしている間にマサエに分かったことは 慶四郎という若者が全く飾らない性格の人間だということだった。厄介になっているうちで平気で朝寝をし、外に出かけない時は亭主が留守だというのに、サエのそばに来てゴロゴロして悪びれる様子もない。ほとんど無邪気にそうしている。無論美貌を鼻にかける気配など全くなく、いつも男らしく、 さっぱりしたた口を聞いただんだんに弟が一人できたような気が雅エはしている相変わらず女将陣兵だが雅エはそんなことはもうどうでもよくなっていた江戸にいた時小寺が大層お世話になっ,たなったらしいございますね。 と慶司郎は「ん?」と言ってから読み本から顔を上げ起き上がるとあぐらを書いた「いやわしが甚兵衛から剣術を習ったのだ剣術甚兵は無重神剣流の達人だからなんおみはそのことを聞いておらんのか慶司郎は面白そうに 雅代を見た初耳だった仲人はジンベエの演者だという小売奉行下役の平沼という人だったがその仲人にも兄の新之助にもそういうことは聞いていないすると兄が言った見どころとやらが一つはあったわけだと思った おそらく甚兵は範中で1二2を争う金客だぞ。おやさようでございますか。しかしそれはおやり組25国という身分に何,何かの足しになるようなものではあるまい。ああして相変わらずせっせと居残り勤めをしているところを見ればわかる。びっくりはしたが正恵は。 その話にそれほど興味を引かれなかったそれよりはもっと興味を持っていることがあるぞえ様はまだお一人でございましょう一人ご心臓様はおもらいになっていらっしゃらないのでしょうははあ敬四郎はニコニコ笑った嫁かそうですよそれとももう 江戸におられますかそんなものはまだおらんよ。でも決まった方があるのではございませんいいけのことかええ、おらんおらん。これから探すところだ。それでは国元で探してか行かれたらいかがですかおかのような美人がいればな。マサイはドキリとした。 だが慶四郎はニコニコ笑っているだけだった。正恵は安心したが少し物足りない気もした。もっと何か言うかとうつむいたまま耳を澄ませたが慶四郎はそれだけで縁側に立っていって大きなあくびをした。一日ゴロゴロしていてさすがに飽きたらしかった。正恵は拳で肩を打った。 ぬい物に少し紺を詰めすぎたようで軽い肩の凝りを覚えていたそろそろ夜食の支度をしなければならない肩が凝ったか敬四郎が行って部屋に戻ってきた少しもんでやろうあらよくざんすよもったいない正枝は慌てて行った実際うろたえていただがその時には敬四郎は もう後ろに回ってマサイの肩をつかんでいた何もせんで食わせてもらっているのも少々気が引けるからな慶四郎に肩を揉んでもらいながらマサイはふと不倫という言葉を思ったその言葉には体が奥底から震えてくるような怖さと甘美な感じが潜んでいた マサは思わずうっとりと目をつぶったがすぐに我に返ったこんなところ夫に見られたりしたらたちまち離縁になるはいありがとうそろそろ食事の支度がありますからもう結構ですよそうか少しは聞いたかはい大層お上手ですことマサイはそう言ったが本当のところは敬四郎のあんまは 荒っぽいばかりでまるで効き目がなかったのである上手と言われて慶四郎は気をよくしたようだった快活になったこった時は遠慮なく言ってくれまた揉んでやるぞそれがあなた 本当に素敵な方な方んです雅枝は客の溝江慶志郎がどんなに男らしく美貌の若者であるかを力を込めてしゃべった聞いているのは友達の吉野である吉野は2人がまだ娘だった頃一緒におはりと手習いの稽古所に通った中であるそれぞれに人の妻になってからは 娘の時のようには会うこともなくなったがそれでもつ月に一度ぐらいはどちらかが相手のうちを訪ねておしゃべりをするあなたの兄様とどちらですか吉野はおっとりと言った吉野は二人の子持ちで今は娘の頃の面影もないほど太っているが昔ひそかに兄の新之助に思いを寄せていたのを マサエは知っている兄なんか駄目もう腹が出ていますもの今はそうでしょうけど昔はしの之助様は本当に美男子でいらしたからそうねマ雅枝は心の中で慶四郎と若い頃の兄を比べてみるやはり慶四郎に軍配をあげたくなる え様の方が上ですよ。同じ美男でも兄には少しめめしいところがありましたでしょ溝江様はもっとキリッとした方ですもの。その方ずっとおうちにいらっしゃるの吉野は少しうらやましそうに言った。政枝は得意だった。ええー、当分それで旦那様がお留守の間は 2、えー、人でいるのよ仕方ありませんものお食事なんかもご一緒そうですよだってそれほど気を使うお客様でもないし吉野は口をつぐんで「繊望に耐えない」という顔をした吉野の夫は,は八十石鳥だが容姿ということになると小寺甚兵衛と得たりがたくもおとっ 音足りがたいのだ二人がいまだに気があって時々,時々尋ね合っておしゃべりするのはそういう事情もあった娘の頃にいろいろとやがて縁付く相手についてしゃべり合った内容に比べて事実は二人とも考えていたような配偶者に恵まれなかったという不満が二人を結びつけている。 あってお互いにそれぞれの連れ合いの悪口を言うのは二人は無情の楽しみにしているそれで気が晴れ連れ合いに対する不満を一時忘れるという効果はあったあなた吉野は少し膝を乗り出して声を潜めた目が光っているそれで大丈夫何が 分かっているがマサイはわざととぼけた吉野にもっと言ってもらいたいだっていつもお二人きりでしょその方とまあ吉野さんったら嫌だすよマサイは娘の昔に帰ったようにはすっぱな笑い声を上げたそれがそんな心配は何にもない人なの 坊やなのよまだまあまだ何にもご存じないみたいよ。そうと吉野は言った。2人は海線山線の豊島の顔になってうなずき合った。政枝はよっぽどこの間慶四郎に肩を揉んでもらったことを言おうかと思ったが我慢した。吉野はきっと 羨ましがるだろうらやましがるばかりでなく人に言う心配がある口止めしたってだめなのだマサえだってそう聞けば言う近いうちお家にお邪魔していいかしら少し顔をあからめて吉野が言ったンシロを見に行きたいというのだ2人の子持ちで 樽のように太った吉野がである少し敬四郎を吹い調しすぎたかという気がしただが若い娘では困るが吉野なら引き合わせても何の心配もないいらっしゃいなと正枝は言ったそして不意に大胆なことを言ってみたくなったいらっしゃいよ私があの方と手に手を取って 駆け落ちしたりしないうちに「まあ、吉野は目を見張った「うそうそ!」。政枝は自分の言葉に赤くなって慌てて打ち消した。だが胸がとどろいていた。駆け落ちというのは強烈で甘美な想像だった。一瞬だが暗い夜の道を「敬四郎」と文字通り手に手を取って逃げる。 自分の姿が胸を駆け抜けたようであるそんなことができるもんですか三十に手が届こうというおばあちゃんが第一あの方が相手にするはずがありませんよ言っているうちにマサイは急に正気づいたようにそれが本当なのだと思った啓志郎に肩を揉んでもらったりしてウキウキし 友達のうちにまで来て美男の若い客のいることをしゃべっているが若い娘なら敬四郎は肩などもまないのだ時期三十に手が届こうという女がいたわられているに過ぎなかろうはしゃぎすぎた反動でわびしさが来た一時浅明日はかな夢を描きみたに過ぎない そして今に夢,夢も見なくなるのだこの年になったらおしまいですよとマサイは言った不満があってもじっとこらえて解消もない旦那についていくしかないのねわびしいことでもあなたの旦那様はお堅くていらっしゃるからいいのよ うちのように茶屋遊びをさされてごらんなさい。もう本当に腹が立ってまだ辞めていませんの辞めるもんですかあなたあの顔でよく恥ずかしげもなく茶屋通いができると思ってお酒が好きなんですよねあなたの旦那様はそうなのそこへ行くと小寺様は本当に真面目 あなたなんか言うことがないでしょう。それが真面目すぎ真面目も行き過ぎると困りものよ。まあ聞いてちょうだい。二人はしばらく夢中になって亭主の悪口を言い合った。一段落したところで吉野が言った。木塚様がお腹を召されたというお話聞きましたあら、 マサイはびっくりして吉野を見た「木塚忠左衛門は五百石の家老である」「どうしたのかしら橋田に聞いたことですけど吉野は自分の夫の名を言い声を潜めたお殿様が二年前からご病気で伏せっておいででしょうそれで上津方の方でご家族のことで争いがあるらしいのね」 まあ少しも知らなかった。ゆうべお腹を召されたそうよ。残された方が「おかわいそう」とマサイは言った。そういうことで腹を切る人もいる。夫の帰りが遅いくらいで不満は言えないかもしれないと思っていた。上には上のご苦労があるのね。 貧しくとも下の方が気楽かしら正江がそう言うと吉野もそうねと言った二人とも亭主の悪口を言い過ぎたという顔になっていた日が暮れる気配に驚いて正江は吉野の家を出た吉野の家とまげし町の正江の家はかなり離れている。 甚ベ衛は今夜も遅いに違いないから心配しないが留守番をしているケイシ郎のことが気になったそれでしまいには汗ばむほど店を道を急いだが家に着いた時には火はとっぷりと暮れていたうちの中が暗いケイシ郎はしびれを切らしてどこかへ出かけたらしいと思った時戸の前に人影が動いた 若い女だった頭巾をかぶっていたが匂いで若い娘だと分かったマサ枝も娘の頃身につけていた匂いだ小寺様のご心臓様ですか娘は身を寄せてくるとそうささやいたはいかぶり物のまま失礼いたします娘は懐から封書を出すと の手に握らせたこれをみぞえ様にそう言うと娘は身を翻して離れ門を出て行ったあっという間の出来事だったマサえは渡された封書を握って呆然と後を見送ったどういうことでしょう家に入って安んに火を入れてからもマサえはしばらく考え続けた 封書は宛きもなく差出人の名前もなかった中身はかなり厚いものでまさか縁書とも思われなかったがサ枝はなんとなく裏切られたような気がしていた娘,娘が何者かもわからず手紙を置いていた事情はさっぱりわからなかったが敬志郎がいつの間にか あんな娘と知り合っていたことだけははっきりしたわけだった娘の澄んだ小羽が耳に残っている男は油断ならないと思ったそういえばこれまであまり気にも留め,めなかったが慶四郎は度々夜に外出している茶屋遊びをしている様子はなかった近くの水上町の盛り場では 夏の間、夜店を出ししたりしている。多分その辺をぶらついてくるのだろうと軽く考えていたのだがこうなってみると何をしていたか分かるもんじゃないという気がした「夫は大丈夫だろうか」と正枝はこれまで思いもしなかったことまで考えた「居残りだ忙しいと言っているがまるまる信用していいものか」 吉野の夫の柱など甚兵衛とオッツカッツの風妻だが茶屋女にモテて吉野は長年手を焼いているのだ政には甚兵衛も敬志郎も急にひどくうさんくさい人間に思われてきた。 夕方には戻ると言って出かけたのにケイシ四郎は暗くなっても帰らなかった通いのばあさんが風邪をひいたという断りがあり雅枝は買い物に出なければならなかった雅枝は火が高いうち買い物に行くようなことはしない長年貧乏状態を切り回してきて日暮れに素早く目当ての店を回る習慣が身についている その時刻になると魚にしろ青物にしろ多少値が下がっているのだだがしびれを切らして出た一体二人とも何をしているのだろうと不審の気持ちが募る二人というのは慶四郎と陣兵衛の二人である慶四郎に封書を渡し娘さんはどなたですかと聞いてみたが 慶四郎はニコニコ笑って知り合いの娘だなどと言うばかりだったあの無邪気そうな笑いはもう信用できない甚兵衛には改めてなぜそう毎晩遅いのかと正してみた酒を飲んでいる形跡はないし第一あの夫が茶屋に上がって手拍子打って歌っているとも思われないが茶屋町の奥には遊郭もある 酒の香りがしないからといって、女遊びをしていないとは限らない。そう思って問い詰めたが、こちらは産んでも済んでもなかった。こっちが質問にくたびれて言葉を休めると、その間に敵はあくびをしている始末で、全くらちが開かなかったのである。こうなると、慶四郎の。 毎朝の寝坊もいい気持ちはせず、正江は今朝は布団を引き剥がしてやったのだ。圭四郎驚いて飛び起きたが、毎晩夜歩きをするから朝眠いのである、同情の余地はないのだ。これまではやあなどと言ってのっそり起きてくると、それから味噌汁を温め直して飯を食わせたが、これからはそういう。 甘いい。顔は見せないそう思いながらマサエは魚と豆腐を買い店を閉めかけている青物屋にようやく間に合って大根2本とネギを買った少し肌寒かった月が出ていてその月がもう秋の色だった慶四郎は一体いつまでいるつもりなのだろうとふと思った 手紙の一件からなん,な,なんとなく気が立って自分でも意地悪い気持ちになっているがこれで慶四郎が江戸に帰ってまた無口な夫と2人きりになったらさぞ寂しかろうという気もした家の近くまで帰ってきた時雅枝は異様な物音を聞いた物音の正体はすぐに分かった ちょうどマサエの家の前で切り合いが行われている数人の黒い人影が入り乱れて刀を振るっていた地を踏み鳴らす足音と打ち合う剣の音が響いた物影に身を潜めて目を凝らしたマサエは思わず声を上げそうになった切り合っている男たちの中に慶四郎がいて しかもどうやら慶四郎一人を四五人の男たちが取り囲んでいる様子だった。マサ枝は大根を取り落とした。胸の動機が高まって息苦しいほどだった。慶四郎は塀を手背にして刀を構えている。半円に取り囲んでいる黒い影の中から一人がスルスルと前に出ていきなり切りかけた。 慶四郎はその刀を強く跳ね返したようであるその時左右から別の2人が切り込んでいくのが見え正恵は思わず目をつぶると地面にうずくまった立っていられなかった切り合いを見るのは初めてだったその時正恵の横を風のようなものが駆け抜けた正恵は目を開いた そして今度は本当に声を上げたカニを連想させる幅のある肩は夫のものだった斬り合いはジンベエが加わると一変したいきなり2人が1人が倒れたそして残った4人が敬ロを捨ててジンベエを取り囲んだジンベエは動かなかった岩のように堅固にそしていつもより 背丈まで高く見えた一人が気合を発して切り込んでいっただがジンベエはわずかに身動きしただけだった切り込んでいった男が突き飛ばされたように地面に転んだのが見えた男が切り込んだ時男の刀とは比較にならない速さでジンベエの刀が動いたのがマサエからも見えた 倒れたた男は動かなかなった残った3人が一斉に切りかけたその時初めてジンベイの体が踊るように大きく動いたきびきびと刀が月の光を跳ね返したそしてまた1人が倒れもう1人がびっこを引きながら後ろに下がった急に無償の1人と足に怪我を負った男が逃げたジンベイは追わないで 城に何か声をかけ二人は門の中に入っていったマサ枝はやっと立ち上がったが腰が妙に座りが悪く急いだら倒れそうでそろそろと歩いた大根は忘れずに拾い上げて持っていた門の前まで来るとジンベ衛が倒した額が三つ 月に照らされて転がっていた激しく血の匂いがした顔を背けて雅エは門を入った家の中に入るとジンベ衛が不器用な手つきで慶四郎の腕の傷を手当てしているところだったそれを見ると雅エは急に腰がシャンとして急いで部屋に駆け込むとジンベ衛の手から布を奪って 傷の手当てをしたすまんなと敬四郎が言ったいつもと変わりない顔色で微笑しているその微笑みを見ると雅枝はなぜか胸が詰まった夫がいなかったら泣き出したかもしれないと思ったほどだった不意に門の辺りで人声がしやがてどやどやと人が駆け込んできた物音がした 雅枝は,は布を結びながら怯えて夫を見た甚ン衛は片肘を立て刀を引きつけて入り口の方を見ていた雅枝がこれまで見たこともない怖い顔をしていただが入ってきた人々を見ると甚ン衛は静かに刀を畳に戻した お傷を負われたか馬に乗るのに障りはないかな土間に入ってきた人たちは口々に言ったその中に兄の新之助がいるので正江は驚いたが新之助はまた正江の方を見ようともしなかった目がつり上がったような顔をしてあたら美男子も台無しだった 布を巻き終わると慶次郎はすぐ立ち上がって土間に降りた人命はその後に続いた馬は5頭松井のおうちに用意してあります峠まで行けばそこに別に警護の人数が待っております人々は慌,慌ただしい口調で慶次郎に話しかけていた慶次郎を歩きかけたがふと気づいたように土間に戻ってくると 雅恵にひょいっと頭を下げた世話になった雅恵は門の前まで出たいつの間にか死体が片付けられていたそして今度は甚兵衛が戻ってきた甚兵衛は考え考え言ったわしは今夜は戻らんもう誰も来ないと思うが来たら裏口から逃げろはいそうします マサエは自分がこれまでになく素直な気持ちでそう答えたのを感じた。甚ベ衛が言うことを聞いていれば間違いないという気がした。甚ベ衛が戻るのを待って男たちの一団は足早に去っていった。月に照らされたその黒い影が次第に小さくなりやがて街角を曲がったのを雅枝は見送った。 何事があったのかかかはよく分からなかった。ただ夏の日に突然に訪れた夢見がちな日々が終わったことだけをマサ江ははっきり感じていたマサ江は赤ん坊を腕に抱いて街を歩いていた。 吉野に赤ん坊を見せに行った帰りだった赤ん坊は生まれて三月ほどになるうちの前で斬り合いがあってから2年ほど経っているあのあと神兵衛は城で居残りすることもなくなり夕方にはきちんとうちに戻るようになったそして急に忘れていたことを思い出したように熱心に政を求め出したのである 近頃はまた飽きたらしくてご無沙汰がちになっているがその当時の熱心さが実って思いがけなく子供に恵まれたのであった恵まれたのは子供だけでなかった今年の初め神兵衛に十国の家像の沙汰があった藩では藩士の家督相続の争いがあって一時は藩内が二分したが三男の重之助様が 家督を継ぐことが決まり昨年の暮れ大殿様が亡くなると重之助様が新しく藩主になったのである甚兵衛はその争いの中で重之助様の方に味方して働いたので家造されたのであったそれだけの事情を聞き出すのに政衛は礼によって大汗をかいたのであるしかし 諦めていた子供を授かり、また甚兵はうちの中では依然として煮えたか煮えないかわからないような様子ながら外に出ると人並み以上の働きもすることが分かってマサ衛はこのところ満ち足りていた今差し当たっての心配は子供が成人した時 父親のように無口だったらどうしようかと言ったことぐらいだった。マサ恵はほ誇らしげに子供を抱いて町を歩いた。おジンベエのおみ、ふいに後ろで声がした。マサ恵は思わず振り返った。前に一度そんな風に呼ばれた記憶が正恵の声の方に振り向かせたのである。すると一段の 友人を連れたごが一丁そばに来て止まった。イはあっけに取られてごの中を見た。中でニコニコ笑っているのは慶四郎である。溝井様。政はつぶやいてまだ呆然と立っていた。もう会うことはあるまいと思っていた人である。すると友をしていた武士がそばに来て。 マサエの袖を,袖を引いた殿である新しい殿。はっとマサ枝は地面に膝をついた。この時ほどジンベエの無口に腹が立ったことはなかった。重之助様というのがこの人なのだ。あの時は世話になった。若い殿様は快活に言った。 子供が生まれたと聞いたがその子か「なるほどジンベに似ておる」「殿様はカラカラと笑った」マサ「サ枝はなぜかひどく恥ずかしい気がした」「誰か金を持っておらんかお待ちくださいませ」「友がしたと見える男がそう言って慌てて友の人数の間を走り回ったが」 やがて恐縮した顔で籠脇に戻った。誰も持ち合わせがございませんそうでそれがしも会いに行くと「まるきりかいずれも貧しいのそう言いながら殿様は無造作に腰の短刀を外して正えに差し出した。 古道具屋に持って行って金に帰えろ。恐れ入りまする。そのうち一度遊びに来い。ぜひ来い。と殿様は言った。籠が城の方角に去っていくのを正恵は見送った。何事が起きたかと遠くから様子を眺めていた人たちが散った後も正恵は、ま、なおしばらく見送り。 カゴが見えなくなくくってからようやく歩き出した夢を見ているようだっただが昔の記憶をたどるうちにだんだんに笑いがこみ上げてきた殿様に肩をもませたことを思い出していた朝寝坊に腹を立てて布団を剥ぎ取ったことも思い出していた うちの前まで来た時にマサエは赤ん坊を抱いたまま小走りに門の中に駆け込みそこでひとしきり笑ったうちの中に入ってもまだ思い出し笑いをしたただおかしく思い出されてくるのはし日の之助様というあの殿様がその頃行ったりしたりしたことで その殿様を相手に勝手な夢にふけったことは思い出さなかった。それはサ枝が今十分に幸せな証拠かもしれなかった。